何もないけど。ここで撮影するんですか？このスタジオはいろいろなシチュエーションを作り出せるんですよ。あ、すごい、触れるんだ。学園都市の最新技術です。あの、カメラマンってやっぱり男の人ですかね？ああ、そういえばそうですわね。分かってるとはいえ、ちょっとね。これだから素人は、モデルは見られることでより美しく輝くんですのよ。すべて自動撮影です。カメラが視界に入ることはまずありませんので、自然体でお願いしますね。自然体って言ってもあれは違うわよね。お姉さま、私たちもやりますわよ。やるって何？もちろん自然体でサンオイルの塗り合いっこですの。またそれか！やらないってば！待ってくださいですの。よるな！塗り塗り。なるほど、あれが自然体ね。さすが美坂様、素晴らしいお手本です。私たちも見習いましょう。何ここ？急に寒くなりましたけど。景色が変わるとそれに合わせて気温も変わるみたいですね。ってそこまでやる必要ある？ここで自然体って言われても。私はモデル、いついかなるオーダーも。無理するからですの。は？ん？これは暑すぎ。焼けますね。なんでこんな極端な。水、水！うわって水多すぎ。だからなんでこんな極端な。なんでしょう、この装飾過剰な船は。うわーどっせー。どうです、見事なカツオ。残念、それはマガツオですね。え？いや、突っ込むところそこじゃないだろう。西日本ではヤイトとも呼ばれるんですよ。って、ん？あ、やみましたよ。あ、綺麗な星空見て、あそこに地球が。って月面かい！でも綺麗ですね。そうね。